Good evening, and welcome to the world of jazz. Come with me for an exciting night of good music on the My Tier Midnight Jazz One Night Stand. マイティアミッドナイトジャズにようこそお越しくださいました。ご案内役古谷隆でございます。山形由美です。こんばんは。今日は今ね、最初にソロで弾いてくれました増田幹夫さんと彼のグループを招いておりますが、はい、今の曲もそうなんですけど、Song for George という増田幹夫のオリジナルということで、今日は彼がたくさん曲を、いい曲を書いていますので、その彼のオリジナルを集めて聴いていただこうというわけなんですが、はい、最近ね、増田幹夫のオリジナルっていうのは割とそのラテンのエッセンスといいますか、それをうまくジャズの中に取り入れて、演奏しているようですね。そうですね、ラテンと言いますと、もうサンバですとかボサノバですとか、もうねすぐ浮かんでくるんですけど、そういうのまたジャズ風にこう取り入れてもまた別の良さがありますよね。ボサノバっていうのはもともとサンバとジャズのムードが合体した出来上がったものというかね、そういう感じがしますよね。それとラテンの音楽というのはやっぱりリズムがもう熱狂的というか、一曲を朝まで演奏し続けるということがね可能ですよね。リオのカーニバルなんてそうですよね。どこも曲変わってませんからね。まあ、そういう意味で今日は、増田幹夫のそういう感じの曲をたくさんお聴きいただきたいと思います。楽しみ。Thank you.
京さんとしてはずっといつもはね普通は静かな感じの人なんだけど、はい、やっぱりピアノ弾いてこういう音楽やるとすごいホットですね。熱くなってるって感じますよ ね。今の曲はカリエンテビエントという曲で、日本語に訳しますと熱風というような曲なんだようで、まさにそんな感じしました ね。どうもこんばんは。お久しぶりでございました。こんばんは。彼はもともとは大阪出身で、今、はい、僕らの世界では彼は増田美樹夫のミキオというところ辺でミッキーというニックネームでね、うん、最近ちょっとこういうラテンっぽいリズムをうまく使ってレコード2枚ぐらい出てる。ビクターの JFC から、はい、ディアフレンズっていうのと、スモーキンナイトっていうのが、それは両方とも、だいたいこういう、そうです、こういうバーガーションが入って。どうしてまたこういったラテンを取り入れてらっしゃるんですか？で、その昔ね、渡辺貞夫さんのグループに、うん、いたんですけど、はい、その時に、サンバとかね、うん、そういうのも散々やりましてね、その時に、まあ、自分に合ってるんじゃないかなって思ったんですけどね。この辺でメンバーを、ミッキーの口から紹介していただきたいなと思うんですが、はい、パーカッションプレーヤー、戸賀島正彦さんの、一番弟子の横山達司さんです。それからベーシストですけど、ニューヨーク帰りの、石橋圭一さんです。イエイ。それからドラマですけど、フロムニューヨークです。素晴らしいやっぱりリズムなんですよね。あ、そうですね、はい、セスル・モンローです。セスル・モンロー、ドラムス。さて今日は、まあ、そんなわけで、たくさんまだ曲をね、ミッキーの曲をミッキーの演奏で聴かせていただきたいと思います。それでは次の曲のスタンバイお願いいたします。さて次の曲です。哀愁感漂う素敵なメロディー、そして素敵なラテンのリズム、ロマンティックレインをお聴きください。
Thank you.